はいどうも、こちらです。はい、えっ、ー、と、もうね、2時過ぎぐらいなんだけど、えっ、ー、と、今日日曜だっかな。うん、日曜だね。はい、えっ、ー、と、16日の日曜ですね。えっ、ー、と、うん、もう10月もね、半分ぐらい終わってるから、まあ、さすがになんか寒くなってきてると言いながら、普通にさ、金、土ぐらいさ、あの、まあ、いわゆる週末、今月、今週の、 あの普通に暑かったんよ、特に昨日あっ、日って一昨日かな、一昨日がどっちか暑かったかな、昨日まだそうでもなかったけど、一昨日ちょっと、昼間、マジで、夏なのっていうぐらい暑かって、あのちょっと、あのね、こういうの一番困るよね、今、風邪ひいてるのもあるけどさ、ちょうどさ、体調マックスに悪い時だったから、一昨日が。 あの金曜ぐらいがだからその時にさもうあと暑くなられるとささすがにさその時期的なもんもあるしその風的なものもあるからさそのクーラーガンガンかけるのも違うしさかといって何もしない状態だとあの寝苦しくて気分悪いっていうあの結構最悪なコンディションだったねあの時ねだからねこの時期に暑いのとか あとあのー、気温が急に落ちる時とかまあ多分ね11月まあだから来月入って多分最初はそうでもないと思うよまだそのいわゆるまあ秋秋っていう感じだと思うよね11月の頭ぐらいは多分ね11月の後半ぐらいとかにガクッとくるんよ気温がね、うん、あとまああと1月ぐらいとかにまたまたさらにガクッとくるんだけど あのー、俺のね肌感的にはあのー、12月の半ばぐらいまでは、まあ、寒くなったりガクッと急に寒くなったりすることはもちろんあるんだけど、あのー、あんまりそうでもないんよね、まあ、もちろんその服装とかにもよるよある程度、あのー、最近結構ねあんまりそのゴワゴワした厚手の格好をしないから特に。 あれだけど昔はまあ普通にコートとかよく着てたからねあれなんだけどだあんまりその寒いのが気にならなかったけどあの1月ぐらいになったらさすがに寒いよね1月2月はさすがに答えるけどだから正直それまではなんか服とかでなんとかなるんよねあの12月半ばぐらいまではまあそっから後半ぐらいその年末とかになってくるともうさすがにちょっと雪とか降り出すし。 うん、そしたらまあさすがに答えるかなとは思うけどだから別に今はね何ともないんだけど逆に暑くなられるのが困るよねこういう時期にあのー、まあ急に寒くなるのもきついよ実際これ風邪ひいた原因それだから俺そうなんだけど暑くなるのもね寝苦しいよねやっぱりはいっていう感じで えーっと今日はこれこのサムネにしてるのはそのねあん、ま、ちょっと待って鼻が <laughs> えーっと天海八重ちゃんっていうねあのー、まあ AV チューバーになるんかな多分でこの子に関してはなんだろうなまあ単純に <laughs> そのこれもまあこのビジュアルもそうだし中の人まあ超美麗もやってるから中の人のそのなんかその何か体の部位的なものでさ あの性癖に刺さったなって、まあ、太ももエロいなとかってなんかあったっていうのもあるんだけど、あのー、割とねその V の人でこれ方針まあ人の方針によってまあいろいろあるんだろうけどそのフォロワー,ーを返す返さないとかこっちからその自発してフォローしまくるとかしないとかっていうのは結構その新人 V とか準備中の人とか結構あるんだけどねあのいきなりフォローしてくる人もいるし。 なんだけどまあこの子もまあ割とそうっちゃそうなのかもしれないんだけどただそ,のそういうタイプでもねそんなにねまあなんかツイートお互いなんか見たりしてそのリプで絡み始めるみたいなことはまああったりはするんだけどそのなんだろうなまあそれもタイプによるっていうかみんながみんなそれを返してくれるわけじゃないし。 っていう中でもこの子は割とそのレスポンスよくそのやり取りをしてもらえたりとかうん,なんかいい子だなっていうのが如実にねあの何の話したんだったかな多分ね「ラブヒナ」っていう漫画があるんだけど赤松健っていう今,今政治家カナダやってる人あの人がえっと何個か目ぐらいに出した。 漫画でアニメ化もしてるんだけど結構前だね言うて俺が中もっと前かな下手したら俺小学生とかだったかもしれんけどぐらいの時期にその出たやつなんだけど俺は正直あとあのねラブヒナに限らずなんだけど後追いで見てるから世代がなんかおかしくなるんよね。あのー…何て言うかなそのみんなが見てて流行ってる時期に見てないんよ、ね 言ったら俺結構そういうとこあってまあその流行ってるもの今,今でもそうなんよねその「鬼滅」とか「通り部」とかああいうのがバーッと流行った時見なかったりするからあの流行ってる時に見ないっていうのは昔からそうなんだけどまあそういう事情もあって流行ってる時には見てないよ例えば「エヴァンゲリオン」とかもそのリアイで俺見てないしリアイの1年2年遅れぐらいで見てるからだから。 そそういうういところがあってラブヒナもそうなんよだからその実際の世代とはちょっと違うから俺もちょっと正確なものが思い出せないんだけどあの見てたしまあ結構好きなんよね絵も好きだしノリも好きなんよ言ったらだからまあそれについてなんかそのこのヤイちゃんがなんかリツイートかなんかをしててあのもうそんなに立つんですねみたいなことを言ってて。 確かになと思ってまあ確かにっていうかむ,むしろその少し前にその赤松健作者の人ねがその出馬する話が出た時にその何周年みたいなことを言ってたからあもうそんな前なんだってその時も確かに思ったんだけどあの改めて思ったねその直接人とこの話をすることはなかったから「ラブヒラの話することなんてほぼないしね今は正直 <laughs>。だからそれはちょっと 思思っったなと思ってうんでまあそのやり取りをちょっとしたんかなって思ってでなんかそういう風に絡んでもらえてまあまあ別にねその SNS やってたらっていうかまあ Twitter とかをやってたらみんなそういう絡みというかまあみんなある程度はしてくれると思うよね大手だろうとなんだろうとねまあ大手ではないけどねでまあこの人はこの子はどっちかっていうと多分そのファンティアとかああいう。 ちの方でまあまあね AVTuber って基本的に筋としてはそうなんよねあのそっちでまあ筋としてはっていうかまあそのゲームばっつりやってる人も中にはいるしその雑談とかその普通のそのエロがあん関与しなくて YouTube の方で活動できる人もまあ中にはいるんだけどそのどっちかっていうとその,そのなんだろう YouTube ではそのいつ番になるか分かんないし当然ね。だからその YouTube とか Twitter っていうのは基本的にその知名度を上げるために使うツールであってでそのちゃんとその自分の収益を例えば YouTube で収益化してうんちゃらかんちゃらっていうのもそれはそのし,なそのした方がいいんだけどこれ前 AVTuber について話した時も言ったと思うけどできるもんならした方がいいし入る金はもらった方がいいんだけどでもこれに期待してたら多分きついよね。何がきついって あのー、当たり前だけどその収益がさそういう急に切られることもあるやん広告がつけられなくなったりとかそれ,それこそストライクつけられたりとかバンされたりとかっていうことが起きるからあ,のあんまりここに依存してるときついわけよ。でも それでも YouTube を主戦場でする理由とか Twitter とかでその広報をする理由っていうのはそこでみんなに知ってもらうためだよね。で知ってもらった上でファンティアとか自分のそのグッズとかそういうものに誘導して見てもらって買ってもらってお金払ってもらってそこで収益その利益を得ると、うん。まあそれが主な筋なんよ AVTuber ーーって。 VTuber でもそれをやる人はいるよそのボイス売ったりとか自分のグッズ売ったりとかまあその大手の人とかまあ小さい人含めてそれはみんなやってるんだけどその一般的なエロの関わらない VTuber の人だったら YouTube とかまあ Twitch とかニコニコとかを主戦場にできるんだけどそうじゃないじゃんそれさっきも言ったけどいつバーンされるか分かんないからあのこの間の AV スプラとかそういう次元じゃないから。 まあ,あれはさ基本的にその際どい企画でしかないからまあ正直昨日も言ったけどそのなんだろうあの著作権で叩かれる意味がよく分かんないだけであってあれってその際どい企画やってバンされただけの話なんよねただそれだけのことだからうんなんだけどあのエロエロの方に。 もう初めからだってあれ別にさエロをネタとして使ってるだけだからあれはね AV スプラは。だけどもうネタとかじゃなくてもうがっつりエロいっていう人がその YouTube を主戦場で活躍してて例えば何かのゲームをしながらあの健康器具を使ったりとかあのフォールガイズとかまああれ7点とかもやってたけどああいうのもあるから。 そのいつやられるか分かんないしそのま,あバンまではいかなくてもその動画が消されるとか広告がつかないなんてことはあるわけやんそしたらその収益がもうその安定しないわけやんどんだけ再生されても広告ついてなかったらお金入んないから意味ないしねだからそ,のそこで稼ごうって思わない方が面白いコンテンツあげられるわけよそこで稼ごうと思ったらどうしても置きにいってしまうから そ,のそれを稼ぐのはもうグッズとかで稼げばいいんだから YouTube では自分の面白いことをやってそのファンについてもらうっていうことをまあメインにした方がいいんじゃないかなと思うよねで Twitter でもそうだし、うん、だからそこでなんか下手にエロとかをしたりとかあとそのさっきも言ったけどお気に行ったりとかしてたら逆によくないんかなと思ったりするよね。うん、だから その普通の一般で VTuber にしたっていろんなジャンルがあるから例えばその雑談メインでやっていくのかゲームメインでやっていくのかちょっとエロエロ寄りでやっていくのかそのセクシー系というかそれかまあなんか ASMR メインでいくのかとかあともうがっつりゲームストリーマーでやっていくのかまあそういうツイッチとか多いよねとかね。うーん そういうジャンルがあると思うんだけど a v チューバーも一つのジャンルだからそれもその多分それによった売り方っていうのが多分あるからね、うん、っていうのが結構大事なんかなと思ったりしてるんやね、うんまあ、だから逆に YouTube をほとんどやらないっていうのも戦術だったりするんよねこれに関してはこ a, のあの a v チューバーだけじゃなくて あのー、ツイッチ勢の人とかもうそれこそ雨宮なずなちゃんとかでも YouTube ほとんど、まあ、切り抜きとかしか上げてないやん、あのー、YouTube のチャンネル見てもらったら分かるけどメインのね本人のねやつね基本だって配信はツイッチとかでやってるでしょツイッチとかでっていうかほぼツイッチでしかやってないと思うよあツイキャスとかはやってるのかもしれんけどうんだからそのーそれは YouTube っていう舞台を使わないのも一つの手段だからね 言ったらね、うん、その AVTuber に限らず、うん、っていう感じかなまあまあだからそれぞれねジャンルによってまあ売り方ってのはいろいろあるし VTuber っていう単語でひとまとめにするのもやっぱ違うんだろうなとは思ったねであとこの子に関しては本当にそのスタイルもいいしめっちゃ綺麗な子なんでよかったらみんな見てあげてくださいっていう感じでヨズチアでしたバイ。